はいどうも、田中なつきです。実は最近気になる記事を見つけたので、それを紹介したいと思います。はい、それがこちら、パン、グーランキングの2月1日の記事なんだけど、方言が可愛くないなと思う都道府県ランキングっていうのがあって、見ていくと方言といっても様々ありますが、可愛い方言は特に有名ですね。そうね、有名だよね。ここあえて可愛くないと思う都道府県を調査ランキングにしてみました。どこが一番可愛くなかったでしょうか。1位じゃん、もう出てるし、青森県。2位沖縄県。3位大阪府。はぁ、みたいな。なんで青森なんだよ。1位青森県、なんでって思ったんだよね。これで主に3つの方言、津軽弁、下北弁、南部弁があって、そうね、特に津軽弁は結構きつい、あとは音も濁音が入りやすく可愛くないと思われているようです。軽い鼻音、かっこ、ん、がつき、油の発言がアンブラになるなど、田舎っぽい感じがするものも原因だと考えられます。確かにね、油は、私たちはね、普段使わないんだけど、年齢が高い方だと、アンブラとか喋る。そう、そこなんだよね。で、絶対さ、思ったのがね、テレビで映ってる人たちって、津軽弁プラス、おじいちゃんおばあちゃんがすごい多いんだよ。だから、アンブラとかさ、ワンツカって、ワンツカっては言うのは少しって言うんだけど。で、あと、早口で、こう、フランス語を喋ってるかのような感じなんだけど、これ絶対思うのは、おじいちゃんおばあちゃんじゃなくって、若くて綺麗な可愛い子が喋ったら違うんじゃないかなって思うんだよね。私が思うのは、いつもテレビで放送される青森県の方言って、おじいちゃんおばあちゃんがベラベラ喋って、こう字幕にこう記号とかが出るのがよく見かけられるんだけど、本当は全部がね、全部そうじゃないんだよ。私みたいな南部弁もいるし、下北にいれば下北弁でちょっと違うし、で、津軽弁も、まあちょっと多分ね、地域によって違うんだけど、若い子が言ったら絶対違うと思うんだよっていうことをすごく訴えたい。ちょっと悔しいなーって、もう絶対、なんだろう、この気持ち、もやもやって思ってました。で、次には沖縄県。沖縄はね、リューチェルとかね、チェルチェルランドね、やっちゅ、音を伸ばすような発音が多いのですが、残念ながら可愛いとちょっと結びつかず、上位に来る結果となりました。で、ちょっと私ね、沖縄琉球語気になって調べたんだよね。どうだっけ、これか、琉球語一覧っていうね、沖縄の方言で、なんか味噌ちおはようございますとか、チューガーナビラこんにちはとか、全然わかんないけど、これはね、意外に私可愛いんじゃないかなと思ったんだけどね。ヤシガヨだけよ、だけどちょっと暗号っていうか、絶対これはね、可愛くないわけじゃないと思うんだけどね。こうやって見てると一覧を、まあこれ一部だと思うんだけどね。で、私はそう思います。なんかたまにね、テレビでリューチェルとか言ってんの聞いてても、全然なんだろう、可愛くないとは思わないんだけどね。むしろちょっと特殊だから、ちょっと可愛さもあるような感じはするんだけどな。可愛くないんだって。で、第3位が大阪府で、男女分け隔てなく怖いと感じさせるような言葉の勢い。確かにちょっとこ怖いね。私からするとちょっととっつきづらい。そう、大阪の人のイメージってちょっと気が強くて怖いのかなっていうイメージはあって、確かにそこは可愛いにはイコールにはなりにくいな、まあわかるなって感じはしました。で、こうやって取り上げられていく県3つ、やっぱどれもね、おじちゃんおばちゃんが喋ってる、テレビで喋ってるイメージが絶対強いんじゃないかなって思いました。これは可愛い子が喋ったら絶対青森は1位じゃないんじゃないかなって思いつつ、このなんかモヤモヤを動画にしてみました。で、皆さんはテレビのイメージがすごい強いからあれだと思うんだけど、実際来てみれば違うから、この気持ちを動画にしてみました。ぜひ皆さんね、いろいろ調べてみれば、方言って全国のって楽しいから、
まあ、気になった方、興味がある方、まあ、各自で調べてみてください。ということで今日は訴えの動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ヘバナー。